ごきげんよう、モチベーションアップ、講演家の宮崎文隆です。今日は2024年10月の13日日曜日です。今日は天気になるようでありますね。まだ今は外は暗いんですけど、今日は2024年10月13日日曜日言いましたかね、今日は新日本列島改造論をお送りしたいと思います。つい先日ですね、本屋へ行きましたら、この本が、ね、平積みでドーッと置いてあったんですね。あ、これはよし、これはこの本をもっと紹介してみようという気になりまして、今日この新日本列島改造論、石丸真二さんの本からお送りしたいと思います。前回はですね、第0章石丸真二の原動力心というこういう項目だったんですね。それの前回はふるさとから脱出することばかりを考えていた中高校生時代というのが前回でありました。今日はそして世界の最果ての街で頭をよぎったふるさとの光景というのが前回でしたね。そして今日はですね、小項目が生まれ故郷の危機にいても立ってもいられずというのが項目です。ある日テレビから生まれ故郷の名前が聞こえてきました。2019年7月の参議院選挙での当時の衆議院の河井克行氏による公職選挙法違反です。広島県選挙区で立候補していた河井氏の妻案里氏を当選させるために行われた大規模な改修事件です。当時全国的なニュースになったのでご存知の方も多いのではないでしょうか。金銭を授受したのは広島県の地方議員100名でした。かなり大規模な収賄ですが、その中に小玉博康、秋高田市長かっこ当時と3人の現職の秋高田市議会議員がいました。崎川和幸議員、水戸慎吾氏、青原俊治氏、住民から選ばれ公明正大でなければいけない人間たちが公職選挙法違反の当事者となっていたわけです。自分たちが選んだ議員が住民のためではなく私利私欲のために動いていた、権力の私物化と思われても仕方ありません。なお崎川議員と書いたのは、崎川和幸氏は2020年7月に辞任したものの、その年の11月に行われた秋高田市議会議員選挙に出馬し当選を果たしているからです。住民に選挙で選ばれたので、その結果について異議は唱えません。どんな経緯であれ秋高田市にとって必要な人材だと住民に判断されたのですから、今度こそは住民を裏切らず市のために職責を全うすればいいだけの話です。もう一つ付け加えておくと、河井夫妻から金銭を受け取ったほとんどの議員たちを検察は不起訴としました。金銭を授受した側だけを お咎めなしというのはどうにもすっきりしませんが、こちらも今ここで論じてどうなるものではありません。話を戻しましょう。河井克行、案里夫妻による大規模な改修事件が明るみとなり、小玉市長は金銭の授受を認め辞職しました。そして新しい市長を選任する選挙が行われることになりました。うん、当初立候補したのは、辞職した小玉前市長が後を託したという当時の副市長ただ一人。このままでは無投票で副市長が市長に繰り上げられるだけです。このニュースを知った時、このままでは秋高田氏は変わらない、それどころか加速度的に消滅への一途をたどることになるという危機感が私を襲いました。そしていても立ってもいられず、翌日に辞表を出し秋高田市長選に出馬することを決意したのです。もう一つ小項目いきます。大差で当選も投票率の低さに市政の課題が見えた。当時の私は銀行でアナリストとして働いており忙しくはありましたが、
仕事自体はとても気に入っていました。いつか生まれた故郷に戻って安芸高田市のために尽力したいとの漠然と考えてはいましたが、それはまだまだ先の話だと思っていました。しかし安芸高田市長選の状況を目の当たりにすると、自分がやるしかない、これ以上ほったらかしにしてはいけないという衝動に駆られたのです。選挙の投票日は2020年7月28日、私が前職を辞して安芸高田市に戻ってきたのはほぼ1ヶ月前でした。とりあえず昔からお世話になっている近所のおじちゃんおばちゃんへ挨拶に行くことからのスタート。同級生や父母の父母の世代の方たちから始まり、一日数十箇所を演説で回る日々が続きました。選挙の時期になると選挙カーから手を振りながら名前を連呼する光景が見られますが、私は自分の名前よりこれまで通りの政治を続けるのか、新しい政治を始めるのかを訴え続けることにしました。今回の選挙の発端は私利私欲に走った政治家による汚職事件です。信用して票を投じた人が汚職に手を染めていたわけですから、彼らに一票を投じた住民には大きなショックだったと思います。私は常々その人を選んだのは皆さんと言っています。政治と金の問題の表面化は住民にこのままでいけないという意識を確かに植え付けました。選挙の結果は私が8000飛んで76票、前副市長は5344票の得票数で勝利できました。投票率は 56.98 と2004年に安芸高田市となって以来最も低いものでした。選挙の中で市政への興味を喚起できたという手応えを少なからず感じていただけに、意外であり残念でもありました。これから市長として住民の皆様にもっと市政、政治に興味を持ってもらえるような働きかけをしていかなければいけないと感じました。というのが今日の第一章のですね、石丸伸二の原動力の中から今日はお送りいたしました。いやもうなんか河合事件も忘れ去ったような感じがしないではないんですが、またこうやって本など読んでみると、あそうだな、そういうことがあったな、反省があって、そういう買収ということは、多分影を潜めたようには思います。この新日本列島改造論をね、また読んで、またちょっと温故知新じゃありませんが、昔のことをちょっと思い出しながら学ぶことはたくさんある、このままで日本は死ぬという本ですからね、もうちょっと読んで続けてみたいと思います。